写真拡大。ロッテがドラフト1位、藤原兄弟外野手18、大阪桐蔭の SNS 対策に乗り出したことが27日、分かった。2.1 キャンプインから高卒3年目までの若手選手たちに外出制限を設ける。シーズン中も同様で、休み前日の外出は OK だが、夕食は寮で取る。球団関係者と夜間は制限される。栄養管理の徹底もあるが、もう一つの狙いが SNS 対策だ。今はすぐに写真を撮られてネットに上げられてしまう同関係者。藤原はあらゆる場所でファンの視線を集める。外で夕食を取る様子が思わぬ形で拡散する可能性もある。藤原人気は過熱の一方で、ファンの数は平沢入団時の2倍以上だ。本人は野球に専念したい。大丈夫ですと外出制限を歓迎している。